トルロイヤル。ガスが急速に迫ってくる。セーフゾーンへ向かえ。手始めにあそこに降りる。了解。取りかかる。目標は敵の殲滅だ。目標が更新された。支援を確保しろ。通知する。敵チームがそちらの位置を追跡しているぞ。死んでるよ。チームメイトは強制収容所送りになった。再配置されるために戦うことになるだろう。撃たれた。こっちへ向かう。チームメイトは強制収容所送りになった。再配置されるために戦うことになるだろう。起こし方とかよく分かってないね。通知する。チームメイトがやられた。これより帰還させる。チームメイトは叩きのめされた。故郷に送り返す。お前が最後だ。終わらせろ。わかる。優先目標を達成。
ビーコンインテルを確保した。ダウンさせて落ち上がった。ガスが迫っているぞ。セーフゾーンを再配置する。ここへんところに何かあるよ。どうやって武器を落とすんだ。ドロップは一部ドロップで武器をドロップさせるのはどうやるんだ。
ボディーアーマーがあった。中高階段があった。よし、全員サークル内だ。動くものに警戒しろ。ケアパッケージを発見。何かいる。車が通ってった。なんか電号が縮まらん。敵来る。後ろからまた来る。車で追いかけっこして、びっくりした。でも M13 ある。弾を間違えた。アサルトライフルだ。中高階段があった。ガスが迫っているぞ。セーフゾーンを再配置する。任務に向かわないとしょうがないね。なんかどっかに行けるな。ここは入られない。
く必要ないだが護衛か。あそこまだ復活のチャンスがある。この戦いに勝てばお前は前線に戻れる。だが負けたら終わりだ。お前の番だ。腐ったれを片付けてこい。ガスが迫っているぞ。セーフゾーンを再配置する。味方のロードアウトドロップが接近中。
が迫っているぞ。セーフゾーンを再配する。残り10人だ。勝利が見えてきたな。くそ。残りは10人を切っていた。敗北から学べ。ダメでした。失敗はより多く。残り5人だ。気を抜くなよ。